こんにちは、ねるチャンネルです。今日は宝玉十デッキとレッドアイズ融合デッキの第3戦目です。また1勝1敗だったので今日で勝ちたいと思います。それではデュエルスタート。最初はグー、ジャケポン先行。ネルのターン、ドロー。宝玉の木発動。宝玉銃がマジックトラップゾーンに置かれるたびにカウンターを1つ置きます。そしてサファイアペガサスを召喚。召喚に成功したとき、手札デッキ墓地から宝玉銃を1枚マジックトラップゾーンに置くことができます。アンバーマンモス。ターンエンド。ドロー。召喚師のスキルデッキからレベル5以上の通常モンスターを手札に加えます。レッドアイズ。で、融合賢者、デッキから融合を手札に加えます。で、融合発動。手札のデーモンの召喚とレッドアイズを融合。フラッグデーモンズドラゴン。ブラックデーモンズドラゴンでサファイアペガサスに攻撃。サファイアペガサスは宝玉銃は破壊された時にマジックトラップゾーンに置くことができます。フュージョンリカバリー。墓地から融合と融合に使ったモンスター1体レッドアイスを手札に加えます。ターンエンド。ネルのターン、ドロー。この時、宝玉の木の効果発動。今カウンターが2つ持っているので、このカードを墓地に置くことでカウンターの数だけデッキから宝玉銃をマジックトラップゾーンに置くことができます。木に送って、トパーズタイガーとコバルトイーグル。そして宝玉の導き発動。マジックトラップゾーンに宝玉銃が2枚以上あるときに、デッキから宝玉銃を1体特殊召喚できます。ルビーカーバンクル。ルビーカーバンクルが、特殊召喚に成功したのでマジックトラップゾーンの宝玉銃を可能な限り特殊召喚できます。全部特殊召喚で、このサファイアペガサスの効果発動。特殊召喚に成功したので手札デッキ墓地から宝玉銃を1枚マジックトラップゾーンに置くことができます。アメジストキャット。ターンエンド。ドロー。じゃあ手札から融合発動。手札のメテオドラゴンとレッドアイズでメテオブラックドラゴン。で、プリズマー通常召喚。プリズマーの効果で、ブラックデーモンズドラゴンを見せて、デッキからレッドアイズを墓地に送ります。じゃあプリズマーでルビーカーバンクルを攻撃。
マジックトラップゾーンに置きます。ブラックデーモンズドラゴンでサファイアペガサスに攻撃。で今日ブラックドラゴンでトパーズタイガーに攻撃。融合解除メテオブラックドラゴンをエクストラデッキに戻して、これじゃないね、レッドアイズとメテオブラックドラゴンを特殊召喚。レッドアイズでコバルトイーグルを攻撃、破壊されましたがこれは墓地に送ります。メテオドラゴンでアンバーマンモスに攻撃。アンバーマンモスも墓地に送ります。じゃあターンエンド、メルのターンドロー。サファイアペガサスを召喚、サファイアペガサスの召喚に成功したのでデッキから、エメラルドタートル、フィールドと墓地に攻撃銃が7種類揃ったので、レインボードラゴンを特殊召喚。でもう1枚特殊召喚。じゃあサファイアペガサスでプリズマーに攻撃。レインボードラゴンでブラックデーモンズドラゴンに攻撃。もう一体のレインボードラゴンでレッドアイズに攻撃。ターンエンド。じゃあドロー。1枚セットして守備表示にしてターンエンド。メルのターンドロー。レインボードラゴンでメテオドラゴンに攻撃。サファイアペガサスでダイレクトアタック。もう一体のレインボードラゴンでダイレクトアタック。ガチャ。今回も無事勝つことができました。攻撃銃で対戦するといつも負けることが多いんですが、なぜか動画を撮ると勝ちます。カメラが回っていると攻撃銃は出たがりのようで頑張ってくれます。次の対戦動画ではまたデッキを変えて対戦していきたいと思います。また見てください。